国会から中継です。まず野党担当中丸さん、はい、内閣不信任案は否決されました。で、議場から出てきた野党議員の皆さんからはどんな声が上がっているんでしょうか。はい、皆さん不信任案が否決されることは織り込み済みですが、去年3時間近く演説をした立憲枝野代表の趣旨説明がですね、1時間近くで終わりまして、迫力が足りないという不満の声もありました。そもそもですね、国会を通じて野党第一党の立憲民主党枝野代表の姿勢に対し、他の野党議員や支持組織の連合からは選挙を控えても政権を倒しに行く気概を見せないとして不満を示す意見がありました。細かく割れた野党の足並みを揃えることにエネルギーを多く割かれていましてですね、統計不正問題、そして老後2000万円問題、こうした問題で与党に対して十分な追及の力を出せなかったというのがこの国会の印象です。では与党担当の大石さん、はい、今も話がありましたが、終盤で出てきた老後2000万円問題などもありました。で、最新の ANN の世論調査では内閣支持率 3.9 ポイント下がっているんですが、この数字に関しては与党議員はどんなふうに見ているんでしょうか。はい、自民党内からは思っていたより支持率は下がらなかった、体制に影響はないなど強気の声が上がっています。老後に2000万円が不足するとした金融庁の報告書を麻生大臣が受け取らないとしたことに対して、与党内からは当初対応がまずかったのではないかと危惧する声が多くありました。しかし野党との応酬を経て説明すればするほど理解を得られるとの声が強まって、先週の党首討論でも総理がうまく説明できたと評価するなど与党内の雰囲気は変わってきました。また先ほど内閣不信任案が否決されましたが、ある与党幹部はあっさりした会期末だ、緊迫感もなかったと意に介していません。とはいえですね、老後2000万円問題がくすぶったまま参議院選挙に突入することは確かで、与党側としては丁寧な説明を繰り返すことで国民の不安を払拭したい考えです。わかりました。国会からお伝えしました。